お菓子見つけたよ。見てこんなに可愛いお菓子初めて。こっちが私が気になってた琥珀糖で、こっちが不思議な食感の謎のお菓子だって。楽しみ。で、名前がちょっと長いから聞いて。ツインズクリスタルきらめく涙のスターサファイア、なんかの早口言葉みたい。で、こっちも長いの。ユニコーンティアーズツインスタージュエル、大人になれない二人のスピカ。誰だろう二人って気になる。ちょっと謎がいっぱいあるお菓子なんだけど、私はこういうパッケージが好きなので買ってみました。ちょっと開けてみます。で、味がどっちかがブルーベリー味で、で、ラムネ味、どっちだどっちだろう、本当に気になる。でも私の予想はちょっとこっちの方が色が濃いからブルーベリーで、こっちはソーダかなって思ってます。早速開けてみます。オープン。え、めちゃくちゃ綺麗、夏っぽい。で、まずはブルーベリーっぽい方から食べてみます。形もめちゃくちゃ可愛いです。いただきます。うん、めちゃくちゃカリカリしてて、なんかシュワって感じで、なんか外のコーティングが溶けて美味しいです。今のが多分ブルーベリー味です。でもなんか甘くて美味しかったです。で、こっちが多分ソーダ味。いただきます。うん、いい音。うん、美味しい。食べてみます。これも不思議な食感で謎のお菓子だって。え、楽しみ。オープン。で、これはソーダ味とピーチ味だから、先にソーダ味から食べてみよう。よいしょ。ソーダ味ってさ、これと同じだけどちょっと色味が違います。いただきます。星で可愛い。え、これ美味しいんだけど、何これ、マシュマロ、え、グミ、え、どっち。なんか弾力があってもちもちしてるんだけど、なんかコーティングされててグミなんだけど、ん、マシュマロっぽい味です。おいしい。ピーチ味、めちゃくちゃ色が淡くて可愛いです。いただきます。うん、あ、やっぱりどっちかというとグミな感じです。うん、みんなも見つけたらぜひ買ってみてね。バイバーイ。